オルドクカンバ AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、エヴァンゲリオンコラボが今始まっている中で、いろいろ不具合があったじゃないですか。過去からそうなんですけれども、今後ですね、エヴァンゲリオンコラボ第2弾も来ると思います。そのコラボレーションでもいろんなコラボってのが来ると思います。そんなコラボの中で、コラボガチャ、一番ですね、損せずに引ける方法っていうのをですね、今一度まとめていこうかなと。今後多分8月になってまた、いろいろですね、コラボレーションとかも来ると思いますんで、改めてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今回ですね、お得パックの方ですね、不具合があるという風な形になっておりまして、金額の方が出ないっていうですね、そういう風な仕様っていう風になっていたわけなんですけれども、それもそうですし、この間のそのゴールデンウィークの時も僕まとめたんですが、ゴールデンウィークのお得パックっていうのはですね、ピックアップの方がお得パックの方にだけかかっていないっていう仕様だったんですよね。それによってピックアップ分の確率っていうのが反映されていなくて、通常でガチャ引く時よりも、だいぶですね、下がっている確率で、金額の車両だったりとかを当てなければならないっていうですね、それよりも当たりづらいっていう感じになっておりました。それ以外でも、お得パックで、全体的な割合で見てですね、金額が出る確率っていうのはちょっと低いのかなっていう。普通にガチャを回す時よりもお得パックの方がですね、金額排出の個数っていうのが全体的に下がってきているなっていうのはありますので、まずですね、お得パックを用いない、使わないということが、まずですね、一番大事なことなのかなというふうに思いますね。僕はずっと言っているんですけれど、皆さんも改めてですね、お得パック使わないっていう、これ大事かなっていう。今回の件でもそうですし、いろんな仕様っていうのが過去ありましたから、改めて身に染みて分かったのかなというふうに思いますね。正直通常通りにですね、回して10連得点分含めてですね計算していっても、お得パックと10連得点分含めた通常ガチャって金額排出率あんま変わんないんですよね。むしろ10連得点含まれた通常ガチャの方が高いんじゃないかっていう、レベルの確率というふうになってますので、まずお得パックを使わないっていう部分、これは大事にされた方がいいのかなというふうに思います。そしてですね、次はですね、課金をして当然ですね、ガチャっていうのは大体回すと思います。配布分もあると思うんですけれど、あっても20連ちょいぐらいだと思いますし、そこで必ずですね、毎回金額が出るっていう風には限らないじゃないですか。出ない時もありますし、欲しいものを出すためにはですね、少しお金を入れるっていうのはされると思うんですけれど、お金を入れて課金してですね、ガチャを回すとしても、ちょっと様子を見た方がいいのかなと思います。今回みたいな、例えば同じくですね、お得パックの金額制限みたいなどうもそうですし、この部分におきましても、何やかんやの不具合にあってしまう可能性というのが十分これからも考えられると思います。今年の正月もそうでしたし、去年の連休ですね、大型連休の際に新しく実装されたガチャをですね、実装されてすぐ回そうと思って課金しようと思ったら金券が反映されてなく、その金券分ですね、その課金したのを払い戻しの方をチャージされてないから、当然ですよね、払い戻しの方をスワンの方に問い合わせて戻してもらったら、自分の本アカウントの方がマイナス金券になっていたみたいな、使ってないのにマイナス金券になっているみたいな、そういうことも過去あったりとか、課金の部分でもアップデートされて、そしてコラボレーションが来てすぐですね、課金して回すってことをすると、そういう不具合が起きていることってのもだいぶ多かったですので、そんな感じでですね、次はすぐ回そうとしないっていう部分ですね、ちょっと様子を見た方が僕はいいのかなと、いうふうに思いますね。コラボレーションのガチャが実装されても、ちょっと様子を見て、大丈夫かなって分かったら回しに行くみたいな。あと様子を見ることによって、全体的に例えばですね、実況者がガチャ動画上げたりとか、結構 Twitter とか TikTok とかにも、ガチャ動画とかですね、報告がてら上げてる方ってのも多いと思うんですが、当たった動画しか当然上げないとは思うんですけれども、当たった中でもどれぐらいの排出数なのかっていう、当たったっていうことは結構ですね、最低限1つ以上はですね、金額出ているような動画になるわけですけれど、結構回して1個だけっていう動画が連発するのであれば、ちょっと僕は微妙なのかなっていう。当たった中で何個も何個も出ているっていうのが割合的に多くあるのであれば、課金して回せばいいと思いますんで、人の結果を見て様子を見ていくっていうのは、皆さんされてみるといいと思いますね。不具合の被害に被ってしまうっていう、その確率っていうのを減らすことができると思いますし、そうやって自分が損しないようにしていくっていうのは大事だと思いますね。そして三つ目ですね。三つ目は、確率をちゃんと確認するっていう部分ですね。結構例えば、金額の確率の合計とかを計算して、ただの足し算なんで誰でもできると思いますし、足し算していって、何パーあるのか。最近のコラボレーションのガチャはだいたい 3.2% から 3.5% ぐらいですかね、の金額確率となってますので、その範疇にあるのか。それとも、よりね、得したいっていうふうに思っているのであれば、それを大幅に超えているガチャを狙って、それだけを回していくっていうふうにしたりとか、そうやって確率の確認っていうのは、絶対した方がいいのかなというふうに思います。あと前から言ってますけれど、金額一つ一つに振られている確率が高ければ高いほど実数値は高度上がります。そして低ければ低いほど実数値は下がるっていうですね。要は一つ一つの金額に振られている確率が大きいものだけが入っているガチャっていうのを回していった方が、基本的にはガチャっていうのはこういうこと
やすいような感じになっておりますので、まあ以上3つですね。はい。まず1つ目はお得バッグ使わないっていう部分、2つ目はちょっと様子見るっていう部分、3つ目は確率をちゃんと確認するっていう部分、まあここ3つを押さえておくだけで、まあ普通にね、脳死で回すよりも損はしづらいのかなというふうに思いますので、まあこれから8月とか入っていく中でまた新しいコラボレーションとかも始まると思いますし、ここ改めて再確認して押さえておくといいのではないでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、サオ来たら暑いなと。まあサオですね、最近まあ動くっていうのはないですし、しばらく原作がねたくさん進まない以上は大きくですね、まあ展開の方がまあその進むわけでもないからアニメ化が難しいっていうのがありますよね。一応なんかそのスピンオフのやつをまあ今度なんかアニメ化するみたいなやってるみたいですけれど、もうちょっと時間がかかるんでサオはしばらくないんじゃないかなっていうふうに思いますね。で次こちらですね、1月20日からコラボする予定だったのを1期、その後企画されたやつを2期とするのなら新エヴァの要素がもっと2期では来そうですねと。まあ前にもですね僕まとめましたけれど、本当はここでする予定だったんじゃないのっていう話はまあしたかなというふうに思いますね。はい、1月のまあケツの方ですね、まあ空いてましたし、まあ実際そのイベントとかも使ってですし、前にもまあ動画であげましたが、まあ一部画像のですねナンバリングとかがそこら辺になっていたっていうわけで、まあ本来はそこに持ってくるはずだったやつをずらしてっていうふうにまあ考えるのであれば、放映日とかそこら辺もろもろ考えていくと、まあ十分辻褄合ってくるのかなというふうに思いますね、今回の分割のやつは。はい、で次ですね、なんか1日に作れるキャラ制限があるんですけれど、どうすればいいですかと。つくようになりましたよね、これが。まあ、ついている人とつかない人ってのもいますけれど、まあ、いずれは全員につくのかなと、まあ、いうふうに思いますね。まあ、こういうのがあるから、まあ、結構アカウントをね、保管しとけっていう話はずっとしているわけなんですよ。まあ、いつかはね、まあ、つける制限ってのは分かっていたことですから、まあ、保存これからしていけばいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ、ガチャの方を制限するぐらいだったら、作れるアカウントの数制限した方が、まあ、運営からすると、まあね、元栓閉めた方がより効果的だろうということで、されているんだと思います。で、次ですね。金社の価値がここ1年低くなってきたのに、永遠リスマだと今回のエヴァンゲリオンでかなりゼロに近くなってきたと。まあ、いつかはそういう風になるってことは分かっていることですからね。うん。まあ、やっぱりですね、どのゲームも、アイテムの価値ってのは時間経過とともに、まあ、下がってくるっていうのが特徴という風になってまして。まあ、なんだかっていうと、まあ、ゲームバランスを、まあ、インフレさせていくことによって、まあ、よりですね、課金してほしいっていう、課金したいなっていう風に思われるようにしていくっていうのが、まあ、どのゲームでもすることなんですけれど、まあ、割と定石な手段なんですよね。で、そういう風に、まあ、するって分かってますので、まあ、それはいつかは価値は下がっていくよねっていう、まあ、いずれはまあ、ゴミになっていくんかなっていう風に思うんですけれど、まあ、シフトしていくことってのは分かってますから、まあ、しゃあないじゃしゃあないんじゃないですかね。うん、まあ、例えば、アカウント売るのとか、まあ、されてる方って、まあ、未だにいらっしゃると思うんですけれど、僕ずっとね、まあ、アカウント売るのはそんな儲からんよって話をしているわけなんですよ。まあ、なんでかっていうと、まあ、アカウントを買い取って売るわけじゃないですか。まあ、普通だったりですよ。で、買い取って売るんだったら、その、在庫を、まあ、手元に常にですね、持っておかないといけないわけじゃないですか。ある程度その抱えておかないと、まあ、その、売れないっていう風にもなっていると思いますし、抱えていっても、その、いくつかは絶対残っていくわけですよね。残ったアカウントの価値っていうのは、時間経過とともに下がっていくわけですね。その、買い取った時と下がった時のその差額っていうのが、自分自身のその、負債となってしまうんですよ。で、その負債分と自分の純利益を足すとですね、多分プラマイゼロか、むしろマイナスぐらいになっちゃうと思うんですよね。まあ、そういう部分考えていきますと、アカウントの売買で、まあ、その、生計を立てるとか、まあ、ゲームのアイテムを売ること自体、っていうのが、まあ、あまりその、よろしくないというか、まあ、その、なりわいとして成り立たないっていうですね。もちろんその、自分のいらない、使わなくなったアカウントをもう処分したいっていう体で、まあ、売るとかやったら、センスもクソもないんですけれど、それでまあ、回していって、生計を立てるとか、まあ、お小遣い稼ぎをするってことは、やっぱりそういうね、性質がある以上は難しいのかなと。どうせやるんだったら、ゲームアカウントじゃなくて、まあ、時間経過とともにですね、価値が上がっていく、まあ、カードゲームの、カードの方がまだいいのかなというふうに思いますね。僕もね、昔、ゲームの転売するとともにですね、まあ、10年以上前ですけれど、カードゲームのまあカードのですね転売しよったんですよね。僕が扱ってた商品、例えば5000円ぐらいの商品が、まあ、今ではですね5万とか10万とか数十万円とかなっているわけなんですよね。そんな感じでまあ時間経過とともに価値が上がっていくのがまあカードという風になってますので、まあ、どうせやったらまあ売る時の性質とか、まあ、商品の性質ってのを見ていって扱うものっていうのを僕は定めた方がまあいいのかなっていう風に思いますよ。